カスカベツムギデンス。ズンダモンの妹なのだ。あら、今日はお姉ちゃんはどうしたの朝ごはんを食べたらどこかへ行ってしまったのだ。そうなのそれは残念で、ね、今日はズンダモンが前から聞きたがってた、江川事件を解説しようと思っていたのに。江川事件、怖いのか怖くないわよ。プロ野球ドラフト会議の大事件よ。またドラフトか、番長は出てくるのか番長よりも前よ。今回は怪物江川すぐる選手の話よ。 今度は怪物か、蘭丁よりも競争だな。どっちも強いわよ。前に少し話したら、ずんだもんがとても興味を持っていたのよ。僕が聞いて姉ちゃんに教えるのだ。ええー。大丈夫。ちゃんと言える任せとけ大丈夫に決まってるのだ。わかったわ。じゃあ、江川事件始めるわね。スタートなのだ。二人の紹介。江川すぐる。1955年5月。